今日の札幌は午後3時前に最高気温 24.1 度まで上がり、今年一番の暑さとなりました。羊ヶ丘展望台では連休前にきれいに塗り直されたクラーク像で記念撮影をする人たちで行列ができていました。展望台で昨日から始まった連休のイベントで人気なのは羊の毛刈りです。分厚い羊毛が一気に刈り取られ、モコモコだった羊がすっきりとした姿になり涼しそうでした。一頭あたり5キロから9キロの羊毛が刈り取られます。ウィーンっていう音がなんか面白かった。なんかちょうどいい、ちょうどいいですね。半袖でもいける今日道内で最も気温が上がったのは網走で、昼過ぎに 27.4 度を記録。合わせて14の観測地点で今年初めての夏日となりました。